まずは試作の前提条件をはっきりさせるべきなんですよ。遅れました。田中さん、会議室間違えてない？大川さんが別の人と会ってると思うと、いても立ってもいられなくなって。でもやっぱり迷惑ですよね、こんなの。失礼します。なんかすみません。